こんにちは、岡山理科大学恐竜学博物館館長の石垣です。この2年間、世の中はコロナに随分と翻弄されましたね。岡山理科大学恐竜学博物館も普通なら1年間に300日ぐらい開けているんですけれども、この1年間は200日ぐらいでした。こうやってオンラインで、あるいはビデオで皆さんに展示を伝えようという努力もしましたし、それからまあ私たちがいろいろなところに参加するときはオンラインで参加するっていうことが多かったですね。でもね、だんだんそういうのに慣れてくるとね、これ良くないなって今思ってます。例えば皆さん、こうやって映像で見る、これでいいやって思わないでしょ。やっぱりここへ来てこういうの本当に見て、こうだったんだ、あ、ここはこうなってるんだなんて見たいですよね。石垣館長にはこうやってテレビで会ったからもうそれでいいやとは思わないでしょ。やっぱりここへ来て私と話をしたりしたいでしょ。そう、私たちそういうふうに本当に面と向かって会うとか、いろいろなものをこうやって角度を変えながら見るとか、そういうことでいろんなことを知ったり考えたりできるんですね。ですから私たち博物館もできるだけそういう機会、そういうチャンスをみんなに与えられるように頑張っています。3月8日からコロナ対策をしながら予約制でうちもオープンしました。他の博物館、美術館なんかもそういう努力をしています。皆さんもコロナ対策をしながらできるだけ気をつけてそういうところへ行くように、このコロナ禍の中でもそういうことをしていきましょう。